夏の夜花月雪この星この時の秋も冬も今も美しい命みな溢れて生きる Oh my love in the heart 美しい命みな溢れて生きる という曲でした。多分少なくとも一度は皆さんテレビで見たことあると思うんですけどね。そうですね。よいしょ。それでその次の曲もね、これコマーシャルなんですよね。私がその仕事としてそういう音楽制作の仕事をしてる、どうしてもコマーシャル見た時に音楽気になってしまうんですが、これもね、これ明治安田生命のコマーシャルです。小田和正さん、あ、さっきの東京の空も小田和正さんね。そうですね、言うの忘れてたんですよ。あ、はい、言ってなかった。はい、うん、今日はね、村上由紀さんと小田和正さん、その2人の曲しかやりません。はい、まとまりました。非常に偏ってます。個人的な趣味でも偏ってます。言葉にできないという曲なんですけども、これ明治安田生命のコマーシャルで、これもだから、お父さん、赤ちゃんが生まれてきてお父さんが抱っこする、そのシーンが写真でこうどん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 いろんな人の写真が流れていって、そのバックにこの曲だったと思うんだけど、そんな感じですね。そう後半にあるそのあなたに会えて本当に良かった、嬉しくて言葉にできない、ここが確か使われたような気がするんですがね、多分、皆さんも見たことあると思います。じゃあその言葉にできない、できない、これでも言葉にできないってオフコース時代の曲ですか？これソロになってからじゃないかな。結構最初はだいぶ前ですよね。CM で使われるよりももっと前に。いや、そうじゃないんじゃない？私でも二十歳ぐらいの時に聞いてましたよ。本当か？本当ですよ。そんな昔にないよ、これ。違ったかな。オフコース時代はない。そんな昔オフコースって、あ、そんな昔じゃないか。そんな俺が二十歳と勘違いしちゃった。そこはそれはかなり昔になるけど、はい、いや、そんなことないと思うけどな、うん、オフコース時代じゃないと思う。オフコース時代じゃないんですか？ソロになってからじゃないのかね。うん、はい、ちょっといつ作ったのかちょっとそこまで調べてない、分からんな。あ、はい、そう、すいません。小田和正さん、はい、いっか。すいませんね、腰折っちゃいましてね。はい、では言葉にできない、3、4